林ヒロシの敵。はっはっ。さあ、はい、みんなね、挨拶しようね。なんていうの？おしっこ？うんち？なんてちゃダメよ。うんちおしっこしたいときはトイレ行ってきますって言ってごらん。うんちじゃないのよ。困るね、なんでそんなうんちだって言ったら。どうしたの、うんちうんち言って。うんち。いいの、うんちは。どうしたの、うんちうんち。うんち出た。うんち出た？また出したの、お前。臭いな。プリプリっておならになった。やめてくれよ、お前。みんなの前でそういうことしちゃいいから。もうそういうのもうさ、出る時もあるけど隠れてやれよ、お前。いいから、あっち行け、もう。やっぱ払っとけよ、お前。なんて言うかって、トイレ行ってきますって言うんだよな。みんないるか、トイレ行ってきます。トイレ行ってきます。上手じゃん、お前。行ってみろ。うんちじゃないってば。みんな笑ってるでしょうが。みんないるか、トイレ行ってきます。言ってらん。トイレ行ってきます。な、分かった。うん、じゃあまあいいや。あんたなんて名前？はやしひろし。はやしひろしはこの人でしょうが。バーツ。何？名前間違えた？なんて名前？前島くんってんの？前島くんってのはかっこいいじゃん。かっこいい子じゃん、あんた。あんたケロでしょうか。ケロ言える？名前聞いたらしっかり言うんだぞ。いいね。なんて名前ですか？何？聞こえた？聞こえたな。もっと大きい声出なさい。なんという、あなたはなんていう名前ですか？聞こえた？聞こえたな。聞こえないよ。ここにしてみんな上手に言うよ。前にして上手に言うよ。なんて名前ですか？三輪幸喜です。おお、お前みんな手叩いてよ。あんた上手になったね。あなたはなんて名前ですか？私の名前は菅原です。ああ、上手だった。マイネームイズ A さんだな。すごい、みんな手叩いてあげてよ。じゃあ、あの後ろの男の子、あの子かっこいいぞ。なんて名前ですか？ダバダバとじあき。よし、かっこいい。みんな手叩いてあげてよ。あなたはなんて名前ですか？杉浦丈太郎くん。よし、丈太郎くんはいらないけどな、上手に言えた。よし、みんな手叩いてあげてよ。あなたは何て名前ですか？山沢カレンです。OK、上手だった。あなたは何て名前ですか？小田カレンです。よし、上手だった。みんな手叩いてあげてよ。あなたは何て名前ですか？一番多いです。ほら、みんな上手でしょ。あなたは何て名前ですか？はいはい。林ひろしじゃないって言うんだよ。林ひろしってのはこのかっこいい人だぞ。ね。で、ちょっとね、前を見てほしいんだけどね。歌歌ってくれた人見るけどね。今日ね。あ、こんな感じで。これ2つ歌なんだけどね。前島くん上手に歌ったね、これね。俺知ってる？雪やこんこん、あられやこんこん、降っては降ってはずんずん積もる。山も野原も綿帽子かぶり、枯れ木残らず花が咲く。この歌知ってる？この歌は楽しい歌でしょうか、悲しい歌でしょうか。楽しい歌。何？楽しい歌。楽しい歌でしょう。だったらこの歌が正しいの？雪やこんこん、あられやこんこん。いい？ダメ。ダメなのよ。じゃあみんな楽しそうに歌ってみてよ。さん、はい。ゆうきやこんこん、あられやこんこん、ふってはふってはずんずんつもる。全然楽しそうじゃないよ。もう前たちの歌、ゆうきやこんこん。それじゃああんたもう、なんか元気出していいか？雪やこんこさん、はい。雪やこんこ、明るく明るくさん、はい。雪やこんこ、あられやこんこ、降っては降ってはずんずん積もる。山も野原も綿帽子かぶり、枯れ木の残らず花が咲く。これもね、楽しい歌だぞ、お前。トンボのさん、はい。トンボの、なんか悲しそうだって聞いた。トンボのメガネ。なんか悲しいことあったのか？トンボのメガネ。よ、楽しい歌うぞ、さん、はい。トンボのメガネは水色メガネ、はいお空を飛ん。山沢さん、いい声してる。飛んだから。前来てから。
先生と一緒に歌おう。どんな子だ。いい声してる。あんたの歌うまいじゃない。いらっしゃい。いいよ、こっちうまい来ていいよ。僕だって、僕だってね、歌えるか。あんたね、どうしたパッティングどうしたんですよ。よし、じゃあもうちょっとこっち来ていいか。いいか、お父さん聞いてると明るく楽しんでたんだぞ。トンボ先生の写真だったからさ、はい。トンボのメガネは水色メガネ、青いお空を飛んだから、飛んだから。うまい、上手だお前、タレント性あるぞ。みんな手叩いてあげて。うまかったんだね。ありがとう。宮君上手だったな。僕うちで歌ってるかね。歌ってるの全部。いやこの人みんな知ってるんだ。あんたどれ歌ってくる？いいか。雪明るく歌うぞ。3、はい。雪やコンコン、あられやコンコン、降ってよ降ってよ、ずつずつ積もる山もの、バラもあった帽子かゆい、枯れ木の頃よ花が咲く。うまい、上手だった。すごい上手だった。みんな手叩いてあげてよ。他に歌ってくれる人？ OK、 山沢くん来てよ。おいで。じゃあ杉浦くんも一緒にいらっしゃい。デュエットで。うわ、いってない。狭い。あー、来いよ。狭い。うん。いやいいよ、今度二人で歌ってもらう。狭い。よし、じゃあ並んで。こっち来てよ。どれする？トンボのメガネにする？うん。いや、トンボのメガネ。おい、スイル来いよ。一緒に歌うぞ。いいか？いいな？トン、サーン。こっち前見てよ。お母さんたち聞いてるからな。サーン。はい。トンボ。もうちょっと元気よく歌うと一文字も聞こえないの。サーン。はい。トンボのメガネ。どなればいいってもんじゃないか。サッカー場じゃねえんだから。いいか。トンボのメガネさん、はい。トンボのメガネは水色メガネ、青いお空を飛んだから、飛んだから。お前いい声してるね。うまかった。よし、見抜けたたいてあげてください。らしいぞ。前島くん一人で歌えてるな。よし、早く行ってよ。あ、じゃあ前島くんに今度歌ってもらう。手だってある。よしよし、ケロちゃん、まあ、どっち歌う？青。オッケー、トンボの眼鏡。よし、伊賀先生と一緒に歌おう。いいか。隣。いいか。3、はい。トンボの眼鏡が水色メガネ、青いお空を飛んだから、飛んだから。歌えたじゃない、お前一人で。すごいことなんだぞ。わかるか。みんな手叩いてあげてください。大変な度胸がいるんですよ。先生なんか未だに一人で歌えないもんな。うまい。よし、大きいもん。それじゃあね、よし、まあちょっとね、粘土はね、もう触らないぞ。机の前に置いといてね。これから先生が言ったものをね、書いてもらいたいと思うんだけど、いい？